痒くなってきちゃった。大変。前もあって痒くなっちゃう時が。治ったって思ってたのに痒くなっちゃった。痒いです。カサカサしてる。そして若干の何だろう、花粉か頭痛か。ボサボサです。髪の毛髪の毛ボサコよ。あ、一緒に準備してよ。そんな気がする。あと多分いい睡眠が取れてないんですよね。なんか今日一回8時17分に目覚まして、次パッて目開いたら9時ちょっと過ぎくらいで、だからいい睡眠がね。
多分取れてないの。マジで。あった、ここにありました。ずっとねメガネケース探してたわ。やばい、カラコン近くに鏡がないと入れられない。やばい、今日なんか体にいいもの食べよう。多分ニキビがたくさんできそう。痛い、顔が痛いです。カラコン、お誕生日まであと2日となりました。アイス持ってきたけど、そんな時間あんまないんですよね。冬のアイスが一番おいしい。こんにちは。
美味しい。こんにちは。うん、本当にね、今髪じゃない、風邪流行ってるからね、気つけて。今日はノイミー会じゃないですか。ニキビがね、の意味かいなのに消えない。大阪に行きます。でもいつもね、飲み会の時差し入れがね、楽しみなんですよ。たこ焼きがあるはず。10分でメイクしていきます。40分まで。そこから今めっちゃ配信の画面見ながらメイクしてた。なんか昔はさ、高1高2とかさ、高3くらいまでさ、ちゃんとファンで塗らなくてもさ、パウダーだけでめっちゃ綺麗になってた。おかしい。
か最近ねソファーを買いたいなって思ってて、でいろいろね見てるんですよ。でフランフランのソファー買いたくて、フランフランのソファーどうですか、150センチくらいの、なんかめっちゃ昔にソファー一回買ったことがあったんですけど、単体だったんですよね。間違えた。でもやっぱねソファー欲しくなっちゃった。白かな。白の。そう白っぽいなんかベージュのフランフランのちょっと高めのね5万4000円くらいのソファーなんですけど、まあソファーとかはちょっとお金をかけてもいいかなって思ってて、めっちゃ見えた、めっちゃ見えた、今見えてない部屋が。遠いですね、ちょっと鏡。こんにちは。やばい、本当に部屋の掃除をしないと。5日に一旦ね部屋の掃除しようかな。あ、誕生日部屋がちょっとね散らかってる状態で迎えちゃうけど、でも掃除をして掃除をして仕事をして配信が一番ベスト。それか仕事終わってお掃除して配信。
が一番ベストな流れだと。やばい、あと4分だよ。もう絶対無理です。やばい、なんかさ、やっぱり花粉かも。めっちゃ鼻水が出てくる。花粉だ花粉だ。花粉やばい。45までにしよう、メイク。で、やりたいのがあって、時間ないのにって感じなんですけど、一応やるよ。いやね、あごめんなさいね、足見えたかな。こちらをちょっと使っていきたいと思います。かゆい限定カラー、愛されピンク、愛されピンクをね、使っていくよ。開かない、どうして開かない。開いた、開きました。全然わかんないこれをやりたかったんです。ありがとうみんな。タワーありがとう。どなたですか。ありがとうございます。どなた、どなた、どなた。チップありがとう。ありがとう、チップ。チップですよね。チップでやってるよね。チップ、ありがちっぷん。ちょっと待ってね、もしかしたらタワーの俺今日の夜になっちゃうかも。昨日のカヤのやつも、こっちの方がなんか濃く入っちゃったよ。こんな時間がないのにね。こんな時間がないのにね。こんなお試しみたいなことやっちゃって、まあ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 。なんか最近顔が漏れなくて。待って、鼻水やばい本当に。もう何なの、どうしたの。ごめんね、うるさいよね。一旦静かになろう。いったね。おとめ、おめでとう。待ってね、ちょっと夜
し。よし。一旦細めでね。いきます。よいしょ。ピンクでね。二重線を描いてみました。やばいよ、こんなことね、してる場合じゃないんです。一旦終わった。一旦終わったよ。一旦終わりました。画面が。一旦終わったんです。飲んだけど、こんな感じで、ちょっと前髪をね、痛いよ。あれしてきます。洗ってくるよ。洗わないよ。濡らしてくるよ。こんなに、あって、アレグラ、アレグラ、アレグラ、ごめんね、こんなうるさくて、うるさいよね、アレグラです。はい、トーマーはこんな感じでね。え、髪型どうしよう。ハットは今日巻きたかったんです。見て、うちリバのさアイロン持ってたんだね。急な、あれ、うち持ってたんだ。いつから持ってた？買ったんだっけ？買ったんだ。偉すぎ。びっくりした。あれってアイロン入ってるって見たら。わかる、三つ編み打ちもしがちだけどね、今日ちびゴムがなくて。最近ちびゴムないんですよね。なんか勝手にきっと旅に出てるよ、あの子たち。
やばい、今日久々にあのめっちゃあれ聞こう、マニキケチャさんのモンスター溶けちゃ、やばい、めっちゃ今流れてきた、あいつらは木の中から来るの。おいおい、時間ないよ、ダメだよ、そうやって遊ばない、泣く子も黙る。ダダダダダダダ、目覚めのあいつらがやってくる甘い香りを。なんかここでこうしてハーフアップの、そしてちゃんと持ってきた方がいいか、全部やばいよ、時間ない、着替えようかな、おろしでいっか、もうおろしでいいやん、おろしでいいんじゃない、なんかもうおろしがなんか一番いいような気がしてきた、何巻きだろう、とりあえず巻いてみちゃったり、でもうち全部同じ巻きしかできないんですよね実はミックス巻きとかできなくて、とりあえず外跳ねして、しろよ、こうやった、間違えた、間違えた、いけるいける、ちょっときっといけてると信じて、危ない、うちでもできる簡単な巻きを教えてほしい、教えて、だきっと巻きをねマスターしたら巻きの方がね断然早いんですよ、絶対
やばい、なんか、あ、やばい、なんかやらかした、間違えた、間違えてる、何、え、何、ちょっと今出れない、宅配ボックスでお願いします、ごめんなさい、何、何、なんすか、なんすか、ママなんか送ってきた、ごめんなさい、時間が、なんか来た、何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 も頼んでないよ、うち絶対ママだ、絶対ママと予想、いや、なんか今日来てたんだよね、なんか今日昨日、なんか明日荷物お届けに参りますみたいな、あ、 LINE で、いや絶対それです、宅配ボックスにね入れていただきたいと思います、すごいなんか変な巻きになってる、やばい、まとまってくれ、一個に、で、着替えてからやりたいな、一旦ちょっと着替え、着替えます、待ってて、どっどっちな、みんなちとまっとってよ、あんな今着替えてんねん、よいしょ、ただいま、やばい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 、やばいやばいやばい、死んだ、よいしょ、よいしょ、したら、したら、ここの毛をね巻いていくんですけど、やばい、なんかめっちゃ絡まってる、ここをね挟んでくるっと巻きます、あれあれ、やばい、あれ、どっちだこれは、ここを挟んだから、え、やばい、待って、どう挟むんだっけ、忘れちゃった、
違う逆だ、あのこうですね、全然見えない、ちょっと待って、どうなってる、どうなってる、全然見えない、やばい、挟んでこで、まあ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 、まあまあまあいいでしょう、よし、ちびごめ、どこだ、あった、あちょっと待って、ごめんなさい、うるさい、うるさいよ、うるさい、うち、待っとってや。あ、ない。あれ？ちと待っとってや。ないな。やばいでガンス、やばいでガンス、ほんとかわいいにゃんは、この辺ですね、きっとこの辺なんですよ、この辺なんです、そうやんな、この辺やんな、はい、この辺なんです、そうやな、この辺って言ってたもんな、はい、この辺で縛りたいんです私、そうやな言うてたもんな、はーい頭おかしくなってきちゃった、やばい、こっちでいっか、見れて大好き、嬉しい、ありがとう、
れるなよゴム。おし、いけた。ヒエ、ミッションコンプリート。もうもう、すごい、めっちゃ、めっちゃほげ、あほげ。もう。アカンドスエ。ボサボサ堪忍してや。堪忍してくれ。やす。すいませんね、こんな。こんな声を。感じです。ここのね、ボリューミーをちょっと抑えて、下のここをね、巻いていきます。はい。絶対ね、こっちも巻いた方がね。簡単なんですけど、うちはまだマスターしていないのでできないんです。ここもちょっとね、マスキングしたいな。何これ、今日分けなさいってことですか。分けなさいってこと、だから今日こっち寄りなの、みんな。そういうこと。分けると綺麗です。え、やばいやばいやばい。したら最後にじゃーん。こんな感じで見て、こんな感じで触覚をね固めます。やばい、ここ綺麗に負けた、嬉しい。はい、ということでランキングを読んで終了したいと思います。チップタワーの上、今日の夜書きます。待っててね。それではランキング読んでいきたいと思います。いきます。13位高橋セッター、ありがとう。12位たい焼き屋さん、ありがとう。11位モピーラ、ありがとう。10位てるくん、ありがとう。9位サボテン、ありがとう。8位キキ、ありがとう。7位タラタン、ありがとう。6位ユウキ、ありがとう。5位福丸ユウスケ、ありがとう。4位アジバート、合ってるかな、ありがとう。
4位じゃない、第3位徹子ありがとう、3位おめでとう、そして第2位しげちありがとう、2位おめでとう、そして第1位チップありがチップだよー、たまありがとう、そしてお誕生日おめでとう、ハッピーハッピーな1年にしてね、約束だよ、2日違い嬉しい、嬉しい、うちもだよチップ、また待ってるね、幸せの1年にしてね、ありがとう、それでは皆さん見ていただきコメントもありがとうございました、今日も一日頑張りましょう、バイバーイ。